帰り、大丈夫だった？うん、電車の中で気づいて。よかった。さっきテレビつけたらびっくりして。ごめんね、心配かけて。なんか最近増えたよね、こういうの。男は4人を切りつけた後、駆けつけた警察官に取り押さえられ、殺人未遂で逮捕されました。警視庁は逮捕された男については現在調査中とのことで、犯行の詳しい状況や動機を調べています。また犯人の顔には特徴的なメイクがされており、事件との関係性を調べています。ではスタジオ社会部、山森記者とともにお伝えします。山森さん、状況を整理しますと、まず現場なんですが、葵、どうした？ちょっと気になることがあって。なんか手伝う？うん、大丈夫。そっか。幼児教室？そう。3歳までの育て方で将来の可能性が決まるんやって。月3万5000って高くない？確かに高いんやけど、のぞみの将来のためやし、ここだったら幼稚園受験の対策もしてくれとるし。うちにそんな余裕あるけん？のぞみの将来のためやよ。いや、子供なんてさ、のびのび育てた方がいいちゃう？そんなわけないにか。なあ、のぞみにはちゃんとした人生を送らせてあげたいが、幼稚園からいいとこ入れてあげんと、こんな田舎でちゃんとできんにか。ちゃんとってなんけ。俺らだってここでちゃんと育ってきとるにか。でも東京の子たちは。ここ東京じゃないや。犯人は信号が青に変わった交差点でナイフで次々と通行人を切りつけました。逮捕された男は犯行時、顔に白塗りのメイクをしていました。うわ、怖。ヤタガラスと書かれていたことから、警視庁
に行こう。手伝っとる。昨日から二人のダンス動画で宣伝しとるの。フォロワーも結構増えたんやぜ。何、うん、すごいでもこれ新聞部関係なくない？いいよ、うん、リサ、あ、今降りる。お、ほら今日はもう終わり。ちょっとまだ終わっとらんよ。葵も一緒に行こうよ。ねえ、なんで？これ明日で。ハロー。今日どこ行く？振り子でいいんじゃね？またかよ。お前好きだな。あそこのシフォンケーキめっちゃ美味しいよね。なあ、うまいよな。頑張ってるから写真撮ってやろう。あ、バレた。笑ってる。うるせえじゃん。すげえな。やめてよこれさ、ん、待ち受けにしない？待ち受け、うん、これを、うん、ちょっと恥ずかしくない？そうかな、うち頑張ったけどね。いや、まあ頑張ってたけどさ、他のなかったっけ？これとか。そういえば高木くんっていつもブラックやよね、うん、私コーヒー全然飲んだことないよね。嘘、うん、え、うん、一口飲む？え、いいん？いいよ。ついてる猫ね。ありがとう。わかんなかった。わかるよ。私おらん方が良かったよ。え、なんで？だってリサは北野くんとあんな感じやし、ふうかも高木くんのこと好きなんやろ。待って待って待って、違うって。そうなん？高木くんはもうそのなんていうか、推し的な。推し？そうそうそう、恋愛じゃなくて推し。向こうも私なんか興味ないし。そんなん分からんじゃん。ともかくこっちはいいが。それより葵はどうなん？え、何が？え、だって一ノ瀬先輩以来好きな人おらんやろ。やばくない？やばくないっちゃやばいって。これで終わりか。あー、そこだよね。うん、次葵もやる。うん、いや、新聞部のこと。あ、そっち。うん、まあ今日で引退やもんね。全然実感ないわ。こんな最後でいいんかな。でも結構楽しかったよ。うん、あ、やば、そろそろじゃん。え、全然蓋閉めてない。お前それ彦星に出会う前にモコミチに出会いそうだけどね。モコミチこんなんじゃないだろお前。これで完璧な宇宙飛行士になれると思う。なれるか。もういいよ。どうもありがとうございました。ダブルグッチーの2人ありがとうございました。さあ皆さん盛り上がっていますか？ダンスチーム、ヤタガラスによるパフォーマンスです。どうぞ。